響かせた曲でしたね。いろんなところをやっぱ見なきゃいけないっていうのが分かった一曲になったと思いますね。はい、さあ水原天杯でレンチャンはトン2曲日本バドラパーソー、まあ、あのままリーチに行ったのもね、水原選手かなり積極的な選択に見えました、うん、けど、まあ、積極的だし守備型でもありますよね。大井さんに危ないからっていうのもしっかりあったと思う、はい、ええ、さあなんちゃ内川は2メンツ完成しています。いきなり声が聞こえました。ペーチャの松ヶ瀬です。バカゼのトンをポン。今回は役配がよく入ってきますね。役役ずっと入ってません？はい、チートイツにするときと泣いてっていうときに、今回は泣きの選択になりました。今回はね、トイツもないですし、横に伸びる範囲もいっぱいあったね。泣きやすいって判断ですね。マンズ一番多いんでマンズの方へちょっと見ました。お、見なかったですね。パーワンつもぎりですね。やはり強卓2本が大きいですかね。上がるだけでも1000は3600点と、はい、もう3900上がるのと同じぐらいなんで、打点にこだわる必要はなしという松ヶ瀬です、いや、それにしても松ヶ瀬選手のトンネルが長いですよね。うん、まあ長いですね。まあ実際かなり苦しい状況にはなってると思うんですけど、マージャン人生でここまで苦しいのないっていう風に松ヶ瀬さんもおっしゃってたと思うんですが、やっぱどうやっても来るし、これはしょうがないって思ってると思うんですよ、はい、けどファンの皆さんがいっぱいいてくれてるのがやはり大きくて、その選手たちにしっかりと勝ちを届けたいっていう気持ちで、今日もうやるしかないよねっていう風に見えたんで、本当に皆さん安心して見てられる選手なんじゃないかなと思いますね。もう可能なら残り試合全部出たいっておっしゃってましたよね。全部出たい、監督が許してくれればと。それぐらいやっぱり麻雀自分でやってきたものっていうのを信じてやってると思うんで、それを皆さんは信じて見てっていただければいいかなと思いますね、それはこんなね個人柔軟戦では揺るがないですね、はい、ペー2枚切れです。ハクを泣いたらペーは持ってたいんで、やっぱりアドスーソを切って、はい、さあそしてなんちゃの内川が両面2組のイーシャンテンになっています。イースーソーウーパーワン上がりの価値が高いんで持ちましたね、広げる。あとこれチーソーとか引いたら今度チーマンが頭でドラのパースを使いたくなったりできるんで、ドラへの伸びも期待したいですね、はい、ポンをしたいならペーペーっていうのがあるんですけど、ちょっと怖いと思ってるはずなんで、松安さんは結構スーソーを切るイメージありますが、おお強気にいってますね。ここでペーを外しました、この曲の上がりにが相当でかいと思ってますね。日本馬強卓2000点、あとそうか川の強さもあったんですね。スーソースーソーっていく方がかなり攻め込まれそうですもんね。自分の捨て牌の話ですか、勉強になるな、勉強しちゃったさあ上は水原もいいシャンテンです。初のポンができる形、はい、ポンすると思います、ポンして転敗してとりあえず強卓をしっかり回収して、はい、もう一回親番と。さあ大井はどうですか。いいね、関節を引いたらリーチ、チーマン引いたらダマテンにしそうですが、ドライチなんでね、そこの選択を見てみたい。いいシャンテンになりました。大井です。いっぱい、はい、内川は転敗する牌を待っている。あとはこのチーマンをいつまで持つかですね。こちらはトンをポンしている松ヶ瀬、ドラのパーソー切りたい、怖いもん、持ってるのが、今切りますか。これパーソーポンって言われた後に打ち出したくないからマンズもちょっと選ぼうかも考えてるかもしれないですね。でもね一番持ってたくないんでやっぱりドラはね、はい、うわ引いたよ、自分で引いたよ。初をあんこにしての親リーチ、攻め立てる水原です。四山めちゃくちゃいるよ。強卓拾いたいならダマテンでもよかったんでは。あ、いい質問ですね。これはねもう面前で張ったら強卓は取りたいし取られたくないんで、はい、みんなもじゃあリーチ来るなら自局に持ち越そうかなってなったりするんで、はい、ここはしっかりと自分天杯です、どうですかってお伺いを立てるのはありますね、はい、大井が役なし天杯を入れました。関数層天杯宣言をしたいってことなんですね。そう、あと引っ張られすぎない方がいいですよね、これは強卓なかったら絶対リーチじゃないですか。そうですね、でそこはトンバは揺るがないで全然いいと思うんで、はいはいはい、しっかりとリーチ打つのがいいと思います。そうず何はドラ何次第何は切れてない。これシャンポンリーチありますね。ありますね。ここは勝負しそうだな。水原の親リーチが入っているとこ、ドラのパーソーと何のシャンポン待ちは
シャンポンリーチ打つか何切りもちょっと考えてるかもしれないですね。タイヤオになりそうですよね、うん、さあ渋谷アベマズのリーダー、麻雀星人の異名を取る大井の選択はどうなる。シャンポンリーチしそう。何のシャンポンリーチ行きましたね。三山ですね。三山です。パーソは1枚いる。1枚いますね。いるわ。 はい、全部山にいる。枚数ほぼ互角。うわ、同点同点。3対3。数万が1枚減りました。水原いい数万3枚、大井のなんとパーソーも3枚。ちょ、松ヶ瀬さんも危ないな。おー、でもこれよく耐えましたね。松ヶ瀬さんこれ数層ポン点取れたんですよね。そうですね、数層ポンして切る牌がイーマン。水原には取っていないイーマンでしたか。内川のところに大井の待ち合いパーソーが来た。これは三蔵かな。かな、はい、これはもういけない。へにゃって感じですね。これは行きたいけどいけない、はい、というわけで大井の待ち合いは難が残り2枚となっています。これですね、松ヶ瀬が数層ポンしなかった。これだってね、パク数層ポンしてパーピンも価値ある手に、ね、なるところを水原さん通ってないから当たりですからね。この辛抱強さがね、ほんとすごいわ。松ヶ瀬の真骨頂ですよね。はい、はい、相撲切りチュンです。なんだ、全部来るね。これ何1枚だけ。大井さんは何1枚になりましたね。いい、そのままだるよ。いやー、松ヶ瀬の粘りですね。数層ポンしてたら何を大井が積もっているところでしたか。なんなら放置してますからね、先にイーマンで。そっか、そうなんですよ。はい、さあ松ヶ瀬の粘りでゲームはまだ続いています。折り切れるわ。お見事。3枚、イースも3枚。そうだ、枚数は水原の方が勝っている。何も1枚いるよ。あれ、チートイツイーシャンテンだな。切る牌あります。これイーシャンテン維持はできないか。イーシャンテン維持して上で切れる牌はなさそうです。日本馬強託2000点にこの曲で2人が出したリーチ棒がさらに2000点。ああ、そうだ、4600のボーナスは誰が持っていく。さあ楽しみです。積もったよ。イーペイコーの方、4000は4200オール。リーチ積も初、イーペイコー裏一。水原が大きなリードを取ります。4000オールの日本馬。いやー、この上がりは大きいですね。そうですね、またリーチをしなくてもいい、しないという選択もできる局面でリーチに行って、うん、大井からの追っかけを受けながらも積も上がり、あそこのね、半局に降りてたらまた違う展開も。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。